岩手県も例外ではなくというよりもむしろ重症感のひしひしという強固なものであります。いくつかクラスターと判定されるような症例も出てきておりますので、本日も無観客での公演、せっかくの、スター板橋先生をお迎えするにあたり、このようなことになってしまい大変申し訳ございません。ただしっかり今日の生配信および YouTube などで皆さんに教授の思いが伝わればと思います。さて今日は第225回となります。岩手医大の脳神経内科老年科分野の教授である板橋亮先生においでいただきました。もう何回目になりますか、川徳での健康教室であります。ラクラにも取り上げていただいております。最近は裏表紙のところに、簡単にしていただいているようなところで、このような感じで今日の話もコンパクトに入れていただきますし、森岡タイムスもちょっと今滞っておりますけれども、タイムスにも板橋先生の原稿が載る予定でございます。ちょっと一つだけ医者としてのコメントですけれど、この冬の呼吸器感染症および類炎疾患、その予防法と対処法ということです。やはり内科系の開業医としては、風邪、感冒、ウイルス性の上気道炎などがの患者さんをお相手しないのもおかしいです。100年に一度の、第災害、感染性の災害であるコロナウイルスがあるとはいえ、風邪の患者さんをないがしろにもできないという、ジレンマがあります。一般的な予防法を皆さんにお願いしたいところですし、対症療法をするわけです。もう少し、気管支炎、咽頭炎、鼻炎など重症感のある場合もありますし、より重症感のあれば細菌性の肺炎であると。今は細菌性の肺炎には予防薬としては、商品名で言えばニューバックスとプレベナーなどです。そこの普及には努めているわけであります。実際に、細菌がらみの肺炎の患者さんを見た場合に、新型コロナとのウイルス性の細菌との区別がつかない、そんな簡単なものでもないます。 CT をお願いしたりもしますけれど、抗生物質を含めた各種対症療法をすることになるでしょうし、大きな病院への紹介ということになるのですが、そのことを簡単に言えないような、相手先の問題も厳しいのではないかと懸念しております。季節性インフルエンザウイルス感染症はワクチンは十分に分に、打たれたかと思いますけれど、それが大流行するとはちょっと思えないような事情もあります。これも観察です。で、鼻腔粘液による迅速診断は、僕のクリニックとしては患者さんに大々的にやる気持ちは今のところありません。くしゃみなどで浴びる可能性もあるのでとてもできないんだろうなという気持ちであります。吸入や内服、できるだけ単回投与の薬などを駆使しようかと、そこは薬局の方々とも相談であります。さて新型コロナウイルス感染症に関しては、やはり3密を避けるなど手洗いのが大事であります。何しろ、感染者とおぼしき人に会わないで済めば一番いいのですけれど、潜伏期の中にいる発症していない方との関わりなども考えみれば、なんとも途方に暮れるわけです。唾液による PCR 検査、うちのクリニックでは やっております。保険適用もありますからやっておりますけれど、今のところ鼻腔をつつくタイプの PCR を自分はやる気はないんですけれど、唾液は適用があれば進んでやって、今付き合っている会社で言えば10時半ぐらいまでにそれを採取できれば、当日の5時には、夕方の5時には結果が分かるというようなことにしております。
2回目、3回目、もしくはすでに感染が明らかになったという方などの抗原定量なども、まあ、やろうかと、抗体などもやろうかと思っています。すみません、余談で、柳大通本店が閉店いたしまして、まあ、会長さんたち、総本店の開店に準備しておりました。なんと今日オープンでございます。今日、帰りに食べてですね。で、一時ブームになりました盛岡キーマンカレーが、今日、柳屋総本新総本店で再びデビューしましたので、どうぞ帰りに寄っていただければ、川徳で健康です。今後の予定です。どうも1月も開催、観客を呼んでのものは危ぶまれておりますけれど、まあ、226回、まあ、新春でもあることですから自分がやります。まあ、コロナ禍を我々がどう生き抜いていくかということで、血圧、油、糖尿、肥満などを含めた生活習慣病対策が、もしやコロナの中でないがしろになってやしないか、我々の専門である心臓に関わることか、今日の板橋先生のやっている脳神経の問題とか、あるいはがんにしても、例えば消化器の検査などが滞ったために、がんの患者さんが増えるとか、そういうことであってはならない。この時だからこそやらねばならぬこともあろうかという話をしたいところであります。2月27日は、諸橋先生に来ていただいて、まあ、痛みのメカニズムに迫るということで、この後退職が予想されますけれど、まあ、リハビリテーションセンターの機能回復療法部長としての諸橋先生、まあ健康教室5回目ぐらいですか、ファイナルステージであります。脳が作っている痛みと身体感覚の関連性などをお願いいたします。さて、長くなりました。本日の園児のご紹介です。1975年福島県福島市生まれ、45歳、板橋亮先生、会津高校を卒業され、東北大学医学部を卒業されております。直ちに内科系の初期臨床研修は石巻赤十字病院で行いました。その後、国立循環器病センター内科脳血管部門のレジデントに進んでおります。まあ、現在でいう国立循環器病研究センターの脳血管内科ということでしょうか。その後、一般財団法人江南会江南病院、まあ、脳血管疾患治療のメッカを、まあ、渡り歩いているわけですけれど、江南病院に行かれて、まあ、部長になられ、多分、学位を取ったり、少しきちんと勉強をというようなことで社会人入学をされております。その結果、2016年には東北大学大学院医学系研究科公式の障害学を修了して学位をいただいていると。2年後には江南病院の副院長、昨年の7月でした。やはり岩手医科大学ヤーバーいて、一つの重大なことに、やはり脳血管疾患の今日テーマである、脳梗塞急性期治療のようなことをやるスペシャリティとして教授として迎えられたのだろうと思います。直ちに岩手医大附属病院の脳卒中センターのセンター長も兼任されております。45歳のまだ若い先生が今後いかなることをやっていくのかというのが楽しみで、今日は小笠原病院長におねだりして来ていただきました。免許を生むは、まあ、もちろん総合内科専門医、神経内科専門医、脳卒中専門医と、ご自身が超音波検査士でもあるようです。脳卒中学会の評議員やら、まあ、TPA の治療指針、脳卒中医療向上のための社会保険委員会のプロジェクトチーム、やはり脳神経内科血管治療研究会の世話人などもされております。ということで、今日は12月12日第225回の我々の教室に、岩手医科大学内科学講座脳神経内科老年科分野の教授である板橋亮先生をお迎えしました。テーマは顔、手、言葉
がおかしいときは時刻を確認して119番ということです。うちのクリニックで貼ってるポスターが110番になっててですね、ギョギョッとことです。申し訳ございません、119番でございますということで、皆様拍手でよろしくお願いいたします。お帰りください。本日の私のお話はですね、顔って言葉がおかしいときは時刻を確認して119番という題名にしましたけれども、今鎌田先生からご紹介ありましたように、私脳卒中を専門にしておりますので、今日は脳卒中、主に脳梗塞のお話です。観客の皆さん、ご覧になられている皆さんの中には、一般の方々、医療関係者の方たくさんいらっしゃると思いますが、今日のお話はですね、主に、一般の方、医療専門ではない方を対象のお話になる、いたしました。医療専門職の方にとってはですね、当然のこと、すでに承知のこと、などもあるかと思いますが、どうかご了承ください。で、一言で言ってしまいますと、今日私がお話ししたいことはですね、もう極端なことを言うと、この題名だけ覚えていただければそれでも結構です。顔って言葉がおかしいときは時刻を確認して119番、これを、そらんじてくださいというわけではないんですが、この題名の意味しているところだけ覚えていただく、それが、今日、最低限皆さんにお願いしたいということでございます。まず最初ですね、脳卒中って何なんだろうと、いろんな病気の言い方ありますけれども、そのお話をいたします。皆さんの中にでもですね、こういうお考えの方いらっしゃると思います。俺はぽっくり死にたいと、誰しもそう思います。夜眠ってで寝についてですね、知らないうちに、眠るように死にたい、ぽっくり死にたい、痛くも苦しくもなく死にたい、そういうふうに思われる方たくさんいらっしゃると思いますが、残念ながらですね、これ非常に言い方不謹慎かもしれませんが、脳卒中ではぽっくり死ぬことはまずございません。なぜならですね、脳卒中となっているのはですね、もう今もはや発作が起きてそのまま亡くなる病気ではなくなりました。数十年前は、そういう病気、ある日突然ぽっくり死ぬ、脳卒中で死ぬというようなイメージがあったかもしれませんが、脳卒中、脳血管の病気というのは、これは残念ながら、残念ながらと申しますか、後遺症が残っていろいろな不自由な生活を余儀なくされる、つまり、言い方を変えると介護を受けるような体になってしまう、寝たきりになってしまう、そういう病気だというふうに捉えてください。これは昨年のですね、政府が出している統計になりますけれども、このピンクのところ、介護の原因として、今脳卒中は第2位です。以前まだ第1位でした。ただ高齢化社会ともになってますと言われてますけれども、今第1位は認知症です。認知症、この中にも脳卒中、脳血管の病気が原因のものも含まれますけれども、再度申し上げますけど、脳卒中、脳梗塞もちろん含まれますが、これは、すぐ命がどうこう、例えばその知らないうちにぽっくり知らないうちに死んでる、そういう病気ではないんだ、なってしまったら後遺症が残ってしまう、その状態でいろいろな不自由を持って過ごさなきゃいけない、そういう病気だということをまず第一に、ご認識いただきたいと思います。とはいえですね、もちろん、すぐ亡くなられるわけではないですけれども、重い脳卒中であれば、例えばその重い後遺症の状態からいろいろな病気を併発して亡くなられる、そういう意味で命に関わることもあるわけです。これはですね、等高性低と私書きました。書きましたけれども、性高等低というのは最近の気圧配置とか言いますが、それと逆になってますが、これは何の図かと申し上げますと、これも政府の統計ですけれども、都道府県別の
年齢調整、年齢調整というのは、例えばお年寄りの方が多いとか若い人が多いとか、そういう年齢の影響を除いて、脳卒中で亡くなられる方がどのぐらいの割合でいるのかという率でございます。こう北海道からずっと並べてあります。で昔は非常にどこも高かったのがだんだん年を減るごとに減ってきている、それは大変いいことなんですが、この線が平均ですけれども、そこから高いところ、つまり、全国の平均よりも高いところどこかと見てみますと、私ここでオレンジで分けましたけど、ここ栃木から青森まで、なぜか北海道が低いんです。なぜか、なぜ北海道が低いのか、これ謎なんですけれども、やはりこの北関東から東北地方というのは非常に脳卒中で亡くなられる方が多いというのがこの等高制定でございます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。岩手県はこの今お示しになった都道府県の死亡率、ちょっと戻りますけれども、やっぱり非常に高いところにいるわけですね。でこれが常に安定して高いところにいるというのが非常に不名誉と申しますか、良くないことなんですが、死亡率のワーストの常連でございます。男性も女性も、一番最近の統計だと残念ながら1位になってしまったというふうにも聞いております。なぜ岩手県で脳卒中による死亡率が高いのか、これはいろんなことが関わっていると思いますが、この後私がいろいろお話ししますが、それぞれその一つ一つにやはり何かしらの関わりがあるんだろうと。例えば生活習慣ですとか医療体制ですとか、いろんなことがあるのかもしれません。ただですね、国もですね、じゃあこの状態を放っておくわけにはいきませんので、これは、なかなかこれマスコミで報じることはない、地味な法律なの、地味なことはないんですが、2年前の今頃にですね、この法律ができました。健康寿命の延伸等を図るための循環器病、括弧脳卒中等対策基本法案、これが成立しまして、昨年に施行されています。これ何かと言いますと、いろいろ例えば我々の脳卒中の専門家はこういう制度を作ってほしい、こういうことをやってほしいと行政にお願いしても、行政というのは法律がないと動けないわけです。これ別に悪いわけではなくて、そういう仕組みですからしょうがありません。その、動かなきゃいけないですよ。行政はそう、こういうことを努力しなきゃいけない、その元となる法律ができたんですね。今回細かくは申し上げませんけれども、そのように法律ができて、今後各都道府県で、この法律に関わるいろんな政策をどうやって進めていくかという委員会がを作るようにというふうに、作るように正確に努力しなさいなんですけれども、そういうようなことがこの法律に書かれています。そうなりますと、もちろん岩手県も例外に漏れず、これからいろいろなこの脳卒中、循環器病って書いてあるのはこれ何かと言いますとですね、国の政策の中には大きな括りで循環器病というのがあって、その中に心臓病と脳卒中と血管の病気というのが入るので、そういうことになっているんですが、ちょっと話がそれましたけど、脳卒中も含めた循環器病に対して今後いろいろな取り組みがなされていくだろうと思います。ただ行政とかですね、そういうお役所に何か任せているだけではなくて、そのここはやっぱり今お聞きいただいている皆さんにですね、脳卒中、脳梗塞、脳出血のことをご理解いただいて、どうやってそれを予防するのか、もし万が一なってしまったらどうするのかということはよく知っていただきたい。もちろん素人だからわからない、そんな専門ではない、もちろんそうなんですが、ただご自分の身を、ご家族の身を守るためにはやはり勉強していかなきゃいけない。これは、新型コロナ感染のことも全く同じではないかと思います。というわけで、脳卒中の基本的なことですねからお話しいたします。脳卒中という言葉、これはですね、血管の異常が起きて、そのために脳が壊れて、そのために、脳が壊れることによる症状が出る病気というふうにご理解いただければいいと思います。
まあ、この辺もよく分かりますが、まあ、要は何かとか脳梗塞と脳出血とくも膜下出血、この3つという言い方でも差し支えございません。これは病気の何て言いますか、まあ、仕組みというか経理といいますけど、これはその脳卒中の中にどういう病気が含まれるかということですね。まあ、脳梗塞、どんな病気かはおさらいでございます。血管が血栓によって詰まることで脳が壊れるわけですね。こういうふうに、まあ、血管に血栓ができると、ちょっと小さいかもしれませんが、その今スライドの左の下のあたりに血管のところに黒いポチって出ますと血栓とお考えください。そうするとこの先に血が流れなくなります。まあ、そうすればその範囲の脳が壊れてしまう。例えば、これをですね CT 撮りますと、こういうふうに CT だとこんなふうに映ることになるわけですね。脳が壊れているんです。これが脳梗塞。まあ、脳血栓という言い方も以前しましたけど、まあ、それでも、同じものと考えていただいて結構です。これが脳梗塞、詰まるとですね、血栓で詰まる。脳出血、これは血管が切れて脳の中に出血して脳が壊れます。まあ、古い言い方で脳溢血とも言いましたけど、脳内出血でももちろんまた同じですけれども、こういうように、まあ、主に細い血管ですね、これがプチッと切れて、この黄色いのは出た血とお考えください。まあ、赤で書いちゃうとどっちが赤なのか分からなくなる。まあ、この、黄色が血とお考えください。そうなるとこの周りにある脳がもう吹き飛んじゃうわけですね。壊れちゃう。まあ、それで脳の働きがやっぱり悪くなってしまう。CT で撮るところに移ります。これが血の塊ですね。ここにあった脳神経はここに血の塊できちゃってますから、吹っ飛んで壊れちゃってる。で、くも膜下出血、これは、まあ、いろんな、今回細かく触れましたけど、ここコブがあるわけです。動脈瘤、コブがある、まあ、いろいろ遺伝が関係したり、血圧、タバコ、いろんなもの関係してます。こういうコブがまずあります。まあ、そのコブが破裂すると、脳とくも膜という、まあ、脳の周りを、覆っている膜です。その間に出血すると、こうやってブチッと、まあ、破裂すると。そうすると、こう、ぐわーっとこう、広がるわけですね。血の塊が広がる。まあ、そうするとこういうふうにですね、ちょっと今までと違いますね。こう脳の溝の中に沿って血の塊ができる。脳が壊れないのか、実はそういうわけではなくて、こういう血の塊ができるとですね、脳周りの圧迫、まあ、圧力が上がっちゃって脳が壊れてしまいます。まあ、脳卒中で一番重いタイプですが、これがくも膜下出血です。で、この3つの病気の中で何が一番多いのかというと、脳梗塞が一番多い。まあ、大体7割から8割と言われております。で、まあ、私、内科医ですから、くも膜下出血の手術とかについては今日お話ししませんし、まあ、脳出血も脳梗塞もですね、予防についてはほとんど同じことが言えますので、今日はですね、主に脳梗塞のお話をいたします。ちょっと難しくなりますが、脳梗塞、血管が詰まると先ほど私申し上げましたけれども、詰まるのもいろんな原因で血管が詰まります。今回簡単にお話しいたしますが、先ほど脳血栓という言い方についてご紹介いたしました。皆さんの中でも脳血栓というふうに覚えていらっしゃる方もいるかと思いますが、まあ、血栓症というのはですね、まあ、正確にというか詳しく申し上げますと、動脈硬化と、まあ、お考えいただいていいと思います。これ血管と、まあ、してくださいと私が書いたのこんな土管みたいな図ですけど、赤いところが血管の壁ですね。そのでこの、まあ、肌色のところが血液が流れているところとしてください。そうするとこの壁の中にコレステロール、油ですね、ですとかいろんな老廃物が溜まってきて、これはもうくっついているわけではございません。血管のこの壁です、内膜といいますか、薄い膜の中に油がこうやって溜まっていく、これが動脈硬化ですね。こういうものがありますと、血液こうビュービュービュー流れているんですが、非常にまあ薄い膜1枚なので、まあ、こう亀裂が入ったりするわけですね。そうしますと、これまあ簡単に言えば油がむき出しになるわけです、血管の。この膜がかぶっているのは、膜、ツルツルの膜ですので、血液がちゃんとスースー流れているわけですから、そこに亀裂が入っちゃうと、
ここに血栓がポコッとできちゃいます。でこの血栓が、まあ、いろいろこれが剥がれて飛んでたりもするんですが、まあ、大きくなって、まあ、詰まると、これが、まあ、血栓症という、まあ、こんなイメージだと考えください。そしてその線が詰まっちゃう。もう一個、これ脳梗塞に特徴的ですけども、側線症というのもあります。これ、まあ、覚えていただかなくてもいいですけど、まあ、要は他から、まあ、血管が、私はこういうふうに申し上げるんですが、その頭の血管が悪いわけじゃなかったんだよ。他からあの流れ玉が通ってきて、脳はその飛ばし力っていうのを食ったんだよというふうにお話しますけど、他から血栓が流れてくる。一番多いのが心臓です。左に書きましたけど、心臓から血栓がある一つでポーッと飛んでくるわけですね。何の前触れもなく飛んできちゃう。まあ、そうするとこうやってポコッと引っかかるわけです。引っかかってその先が詰まってしまう。これが側線、まあ、他から血栓が流れてくるわけですね。血管そのものに動脈硬化があって、それで詰まっちゃうタイプ。他に血栓の原因があって、そこから流れ玉が飛んでくるタイプ。まあ、そんな風な仕組みで脳梗塞というのは起きます。もう一つ、これはちょっと難しいお話になりますが、頭の血管というのは全部担当場所が決まってます。これ血管のマーク図、私が書いたやつなんでそんなにこう、まあ、正確じゃないかもしれませんが、こう頭のあちこちにこういうふうに枝を出して流れてますと、なかなかですね、この頭の血管が全部一度に詰まるということはそうそう簡単に起きません。どっか1個、まあ、いくら起きても2個、3個は詰まるわけですね。そうすると、こんなこれイメージ、あくまでイメージ図ですけども、こういうふうにこう、部分と申しますか、その、この辺りとか、この辺とか、こう、一部が壊れちゃう。全部は壊れない、普通はですね。全部壊れるとき、どういうことか、心臓が止まったときですね。ですので、脳が壊れる、要するに脳梗塞、脳卒中が起きたときに、壊れるのは大体ですと、脳の一部なので、そうすると、いろんな症状の出方のパターンというのが決まってきます。例えば、これ脳の真ん中がこういうふうに割れてますから、まあ、割れ目もありますから、脳の右左が両方同じように詰まるということはそんなにありません。そうすると、後からちょっと話しますが、右左一度にやられる。まあ、言い方を変えると、体で言うと右と左両方に症状が出るということは非常に稀。稀というのはあまりない、あまりというかほとんどありません。まあ、そうなると、皆さんに今日覚えていただきたい一つ、まあ、お話したいことの一つ、じゃあどんな時に脳卒中かもしれない、脳梗塞かもしれないというふうなことになるんですかというふうなお話をこれからいたします。まあ、具体的なイメージと申しますか、クイズです。65歳の女の方、A さん。高血圧と糖尿病でお薬をもらってますけども、まあ、しょっぱいものが大好きで、おやつも毎日食べています。しょっぱいものが好きなのは、これはもう人間のもう差がですので、これは責められません。好きなのはしょうがないんです。ただ、これはやはりよろしくないわけです。後からお話します。高血圧なのにしょっぱいもの大好き。糖尿病なのにおやつも毎日食べちゃってる。まあ、そんな方がどうなるかですね、今日のお話ですけども、まあ、すぐ病院へ行った方がいい、すぐですよ、すぐ病院に行く、来るなというわけです。これは病院に行かなきゃという症状はどれでしょう？クイズです。1番、なんとなく頭が重い。2番、左手に力が入らなかったり、戻ったりを繰り返して、戻っちゃうんですね。あれ左手に力が入らない、あれ物を落としちゃうな、まあ、物を落とすなんて誰でもありますけど、拾おうとしたけど手で拾えない、あれあれあれっていうふうに持ってるうちにまた戻ったといったことですね。3番、友達の誰々さんの名
名前がすぐ出てこなかった。ほら、あそこのほら、雫石のほら、誰だっけっていうふうになっちゃった。どれでしょう。会場の皆さんで、はい。はい、皆さん正解です。その通りです。2番、左手に力が入らなかったり戻ったりを繰り返すが正解でございます。まあ、なんとなく頭が重いわけですね。これはもう病気じゃないとも言えないんですが、病気じゃないことがほとんどです。もちろんこれで調べたら何かたまたま見つかる方はいらっしゃいますが、なんとなく頭が重い、ご心配の方はもちろん出てきているので結構ですけれども、なんとなく頭が重いから、困ったこれは脳卒中なんじゃないかと気に病む必要はないと思います。一度、気にしないでおこうと思って治ったらもう忘れて結構です。友達の名前がすぐ出てこなかった、これ皆さん非常に気にされる方多いです。私ボケたんじゃないでしょうか、認知症になったんじゃないかというふうにと夫が言うんです、妻が言うんです。これは年のせいです。年のせいってそんな乱暴なとおっしゃるかもしれませんが、年を取ってくると加齢によってこういうように友達の中がすぐ出てこないところはもうある一定の頻度で起こるということはもう言われてます。誰でもありますので心配しないでください。あまりにひどい場合はもちろん検査が必要ですけども、これはすぐ病気だというの症状ってないわけですね。というわけで左手に力が入らなかったり戻ったり、これは一過性脳虚血発作という発作ですが、脳梗塞になる一方というのは、ひょっとしたら起こしているかもしれませんが、だと思っていただければ結構です。先ほどお話ししましたように、脳は、一度に詰まることがありません。それぞれの部分の担当がありますから、大体脳卒中というのはこういう症状で出ます。片側の線引きます。ここは大事です。片側のしびれ感や脱力。右でも左でもどっちでも結構ですけど、右だけ、左だけ。例外はないわけではないんですが、ほとんど片側だけです。もう一つ、言葉の異常たくさんございます。なかなかこの辺細かく言い出すと、もう話が長くなってしまいますが、いわゆる酔っ払ったように路列が回らなくなっているというのもありますし、急に喋れなくなる、あれとかこれとかそれしか言わなくなる、これもおかしいですね。分かりにくいのはですね、急に何言ってるんだか訳が分かんないことを言い出す、どうやら日本語らしいんだけども言ってる内容が全く訳が分からない、こういう症状で出る方なんですよ。もう一つ、これもやっぱり片側になりますけど、視野がおかしく、ちょっとこれはですね、難しいので、今回詳しくお話しません。もう一つ、先ほどなんとなく頭の重いはもし大丈夫ですと話しましたが、ただし頭痛でも突然の激しい頭痛、これはくも膜下出血の可能性があります。なかなか難しいですが、片頭痛持ちの人はどうなんだ、そういうのも難しいですけども、よく言いますのは、バットで頭を殴られたんじゃないか、もしくは突然上から天井から何か降ってきて頭にドンとぶつかったじゃないかというような激しい頭痛、これは普通の方は大体ここで病院来ようと思うわけですが、中には非常に我慢強い方でたまに我慢する人がいますけれども、これは病院に来てくださいねということですが、これとこれの逆は違いますよということですね。頭痛で申し上げれば、徐々に悪化する頭痛、これは脳卒中じゃないことがほとんどです。最初なんとなく重いなと思ったんだけど、だんだんひどくなってきて、夕方にはもう次々ひどい。これも、可能性です、可能性。だからそういう場合、違うとは言えないんですけども、片頭痛持ちの方の頭痛がですね、すごくひどいときに大体こういう出方をすることが多いです。もう一つ、これも非常に多いです。両手がしびれる。大体は首の骨の問題か、いわゆる過呼吸、過換気というですね、のことが多いんですけども、これはですね、病気じゃないとは言えない。ひょっとしたら首の、神経とかですね、脳じゃないところの神経、もしくは何か病気の可能性あります。だからこれは病気じゃないというわけではないんですが、脳ではないだろうと。脳ではですね。あと、全身に力が入らない。
意識がなくなってですね、意識がない、呼びかけに反応しなくなって手足が動かないで、これは脳卒中かもしれませんが、そうじゃなくて、これ、この全身だけって書きましたが、本人は目を開けて喋れるんだけども、全身に力が入らない、両手両足全部力が入らないって伝える場合、これはなかなか難しいですが、一番多いのは、例えば肺炎になるちょっと前の状態とかですね、実は熱がこれから上がりますよとか、そういうこの全身の病気でこういう訴えの方がどちらかというと多いと思います。あとこれも非常に多いですが、気を失ったがすぐに戻った。まあ、医学用語で失神と言いますけれども、よくありますのは、おじいさんが夕ご飯の時にお酒飲んで気持ちよくなって、どういうとおしっこ行ってくるかって言って、立って歩いて行って、廊下に行ったら、そこでバーンと飛ばしたから行って行ったら、ひっくり返ってたんです。で、慌ててみんな、おじいちゃんって揺り動かしてたら、1分ぐらいで、ほんのほんって言って目が覚めて起き上がった。この1分ぐらいっていうところが難しくて、そういう時大体皆さん長く感じると思うんですが、まあ、そんなに長くない間すぐ戻った場合、これは脳の可能性は非常に少ないです。今お話したようなパターンは血管迷走神経反射といって、あまり命にかからないこともありますが、ただ心臓の病気でこうなる方が怖いので、この場合これもさっきと同じで、だから病院に行かなくていいよというわけではないんですけれども、脳よりもむしろ心臓の病気がないかを先にチェックする方が大事な症状です。ただ、こう今繰り返しになります、こういう症状で病院に行かなくていい、そういうわけではなくて、脳卒中らしくはない症状と代表としてお話しました。ということを踏まえて、私、最初の題名で大事ですとお話ししましたが、じゃあ、脳卒中かもしれない、脳梗塞かもしれない、すぐに病院に行かなきゃどういう時なんですか。これが標語として、世界中で使われているものがあります。FAST、英語になっちゃうんですけど、FAST、FAST というのがあります。この図は、国立循環器病研究センターが、確か京都精華大学だったかな、漫画を専門している方と協力して作った図を拝借してる、まあ、許可をいただいて拝借しているんですけども、F はフェイスですね、英語の顔。顔の麻痺、顔が歪んでいる、まあ、これもだから右左横じゃなくて片方だけなんですね。次はアーム、腕、まあ、手じゃなくて腕の方がいいのかもしれない、まあ、手でも全部どっちでもいいんですけど、こうやって例えば両手まっすぐ上げて前に出させて片方がだらんと下がっちゃうんですね。で、手の麻痺。 S、スピーチ、言葉ですね。さっき私申し上げましたけど、言葉がおかしい、あれとかそれとかこれしか言わないとか、酔っ払ってるみたいな。で、まあ、繰り返しになりますけど、フェイス、顔の麻痺。顔の麻痺だけだとベル麻痺っていうその病気の場合もあるんですが、まあ、ただな、顔がだらん、片方の顔がだらんとして、うがれ垂れてるなっていうですね、脳梗塞、脳卒中の方でよくある症状です。まあ、こんなイメージですね。ちょっとこれ極端ですけどね。もう一つ、まあ、この腕を両腕を前に上げるでもいいんですが、例えば、まあ、皆さんの実際、手の麻痺が出る方、どんな、なんていうかな、場面でそうなるか、箸がうまく使えなくなったとかですね、茶碗が持てないとか、うまく字が書けない。これ軽い、まあ、だらっと動かなくなったら誰でも分かるんですけど、この辺の軽い症状だとこういうふうな感じで出ます。まあ、言葉を繰り返しました。ベロが回ってないように、何言ってるのか分からない、意味不明の言葉、突然口数が減った。という場合は、これはタイム、サイム、ファースとの T はタイムですね。これいろんな解釈の仕方があるんですが、時間を確認しろというふうな。タイムでもあるし、逆に言うとテレフォンですね。電話の T、テレフォンの T、あとはタイム。